フィギュアスケート女子の紀平梨花、トヨタ自動車が25日、東京都西東京市の大道ドリンクアイスアリーナでアイスショーのプリンスアイスワールド東京公演に出演した。この日は青を基調にした衣装で、ラインを舞い、ダブルアクセルを2度、跳んだ。26年のミラノコルティナダンペット五輪を見据え、19歳が再び走り始めた。